全ての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録。法人研修は Useful for Business で検索。どうも皆さんこんにちは。ユースフルのとぼです。本日の動画から皆さんと一緒に Power Automate for Desktop について学んでいきます。Power Automate for Desktop 略して PAD なんて呼ばれたりもするのですが、こちらの機能を一言で申しますと、クリックやキー入力を皆さんの PC 上で再現するものとなっております。普段の皆さんのパソコン操作というのを考えたときに、その業務とか操作というのは究極的にはクリックやキー入力から構成されていると思うんですよね。こういったクリックやキー入力を皆さんの PC 上でそのまま再現するというのがPAD の持つ一番の特徴となっております。そんな PAD についてこの動画では皆さんの毎日の業務の中でどんな風に役立つのかといった概要やそのメリットについてお話をさせていただきます。一番最初の動画となりますので、こんなこともできるんだとぜひ楽しみながらご視聴いただけますと幸いです。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。ではこちら画面をご覧ください。まずは Power Automate for Desktop が実務で使われる最も代表的な事例を皆さんにご紹介させていただきます。システム間のデータ転記についてです。具体的には Excel のワークシート上に名前、日付、記号、数値ということで4種類のデータがございます。これらのデータを Web 上の登録フォームへと転記をして登録ボタンを押す。この作業を例に考えていきたいと思います。Excel と Web ブラウザーという異なるアプリケーション間でのデータのやり取りになるわけなんです。そして Web 上のフォームとか登録フォームなんていうね、寂しいものになっているんですが、これは皆さんの好きなものを想像いただいて構いません。会社専用の基幹システムであったり、販売管理システム、社内専用のアプリケーションなど何でも構いません。これらのアプリケーションに対してデータを登録する場面というのを想像してみてください。そしてこの作業、もちろん人の手で行うこともできるのですが、こういった大量のデータを一個一個転記していくというのはすごく時間がかかりますし、人の手でやるとミスが多くなってしまいそうですよね。こういった自動化の作業、プログラミングならね、どうだろうと皆さん思われるかもしれません。VBA とか GAS とかPython とか Power Query なんていうね、Excel の自動化の技術もあるんですが、こういった異なるアプリケーション間、今回言うならば Excel と Web ブラウザーになるんですけれども、2つの異なるアプリの間でデータをやり取りする自動化のプログラムを作るのはとても大変なんですね。そして、このような場面で力を発揮するのが、今回から私たちが学んでいく Power Automate for Desktop となっております。なぜならば、この Power Automate for Desktop、クリックやキー入力を PC 上で再現する仕組みとなっているからです。つまり、先ほど私が行ったようなコピー&ペーストの作業というのと、登録ボタンを押すというクリックの動作をそのまま再現することができてしまうんですね。では、実際に PAD のプログラムを実行して転記作業を確かめてみたいと思います。今回の作業を行うにあたって私が用意したプログラムがこのような形となるのですが、実際に再生ボタンを押して実行にかけていきたいと思います。自動的にブラウザが起動して、Excel が起動し、この Excel のワークシート上の値を転記することができていますよね。これがまさに、この PAD さんが私たちの代わりにキー入力や登録ボタンを押すという作業を肩代わりして自動化してくれているというわけなんです。そして、転記が終了しましたということで、あっという間に大量のデータ転記の作業というのを完了させることができました。実はこんな風に異なるシステム間のデータを転記するということが RPA とか PAD の起源であると言われているんですが、いずれにしろ、ブラウザや Excel、デスクトップアプリなど、異なるアプリケーション間でデータをやり取りする際に力を発揮するのが Power Automate for Desktop の一番の強みとなっております。先ほどは転記作業を題材に PAD が実際に動く様子というのを皆さんに見ていただきましたが、もう少し具体的に何ができるのかといった話をさせていただきます。PAD を使うと何ができるのか、結論から申しますと、クリックしていることなら何でもできます。皆さんはクリックしていることなら何でもできると覚えてください。つまり皆さんが普段 PC 上でクリックできているものであれば、Excel でもブラウザでもデスクトップアプリでも基幹システムでも何でも操作することができてしまいます。では、もう少し具体的に考えていきましょう。私たちが普段行っている PC 操作というのを考え時に、それは究極的にはクリックとかボタンの謳歌といった単純な操作から成り立っていると思うんですよね。クリックをする、ボタンを押す、またキー入力をしてクリックをするといったこういった作業の連続で一連の PC 操作というのを行っているはずです。そしてこれらの PC 操作というのをそのまま自動化のプログラムへと置き換えるのが PAD の仕組みとなっております。例えばクリックするという動作は Web ページのリンクをクリックする、ボタンを押すという動作は Web ページのボタンを押す、入力するという動作はテキストフィードの入力をするといった形で、こんな風に手動操作を一つ一つプログラムへと置き換えることによって自動化を実現することができる。これが PAD の大きな一番の特徴となっています。先ほどの転記作業につきましても、手動操作というのを一個一個プログラムへと置き換えることで作成しました。実際に確認して確かめてみましょう。こちらが作成したプログラムになるのですが、まず一番最初、Excel からブラウザへデータを転記するには、Excel とブラウザそれぞれを起動する必要があるのですが、上の部分を見てみると、Chrome を起動するということでブラウザを起動していますよね。よね。そして Chrome を起動したら Excel を起動してワークシートからデータを読み取ります。A の1から D の6ということで範囲が指定されているのですが、データを読み取ることができたら Web ページ内のテキストフィールドに入力をするということで、登録フォームへと一つ一つデータを転記した、そんな仕組みとなっているんですね。こんな風に普段行っている作業を一つ一つプログラムへと置き換えることができれば、簡単に自動化のプログラムというのは作ることができてしまいます。そしてクリックできているものならば何でも操作できるという仕組みになっているからこそ、 VBA や Power Query、Python や GAS などではできないような操作対象の幅広さというのが Power Automate for Desktop を使うことの一番のメリットとなっております。手動操作を一つ一つ変換していくイメージというのはなんとなく湧きましたでしょうか。そしてパッドを実務で使いこなすためには何を勉強すればいいのか、最後は基礎編で皆さんと一緒に目指すゴールをお伝えして終わりたいと思います。パッドというのは大きく3つのパートから構成されています。まず一番最初、私たちが学んでいくのが、パッドですでに用意されている処理について学んでいきます。クリックをする、キー入力をする、ボタンを押す、こういった単純な手動操作を積み上げることで自動化のプログラムを作ることができたんですが、パッドですでに用意されている処理とか作業といったものを学んでいきます。具体的には Web ブラウザを中心にログイン作業を自動化したりとか、Web スクレーピングの方法というのを一番最初に学んでいきます。この単純な処理を積み重ねることで自動化のプログラムを作ることができます。まず一番最初、このパートを学ぶだけでもパッドでできることの4割ぐらいはね、できるようになるんじゃないかなと思うんですが、皆さんの実務というのはそんなに単純なものばかりではないですよね。この場合はこうしたいとか、100回分何か処理を繰り返したいとか、複雑な処理をしたい場面というのが必ず出てくるはずです。複雑な処理を行うために次はプログラミングの仕組みというのを学んでいきます。具体的には変数や条件分岐、繰り返し処理といったものになるのですが、一番最初に学んだ単純な作業、処理をもとにより複雑に使いこなす方法というのを次のフェーズでは学んでいきます。ここができるようになると、未完了のデータだけを転記するとか、画面上の全てのデータを取得していくみたいな複雑な処理ができるようになりますので、ぜひここも頑張ってマスターしていきましょう。そして最後に皆さんと学んでいきたいのが、画面上の部品を指定する方法です。この仕組みも非常に面白いんですね。パッドさんも私たちと同じように画面上の部品を目で見て操作しているんですね。ウェブページ全体の中からボタンはどこにあるんだろうなということで、ボタンを探す仕組みというのを最後のトピックとして学んでいきます。これは難しい言葉で選択するものということで、セレクターなんて呼んだりもするのですが、画面上の部品を使って操作することができるようになります。これができるようになると皆さんはどんなアプリケーションでも自動化して操作することが可能となります。少し内容としては大変かもしれませんが、これら3つのパートに分けながらパッドの基本というのをぜひ一緒にマスターしていきましょう。皆さんお疲れ様でした。Power Automate for Desktop の概要について学びましたが、いかがでしたでしょうか。改めてにはなりますが、パッドの持つ一番の特徴というのはシステム間をつなぐことだと思います。従来の自動化の技術、Python や GAS、VBA などは一つのアプリケーションに特化したものであり、それを超えた範囲で何かをしようとすると難易度が上がってしまうという問題がありました。それに対してパッドでは Excel、ブラウザ、デスクトップアプリなどいろいろなシステム間をつないでデータのやり取りというのを自動化することができます。このシステム間をつなぐという特徴に注目をしながら、強みを生かした自動化というのを実現できるよう、これからの動画で一緒に学んでいきましょう。ではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。See you next time. バイバーイ。Microsoft 365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、Useful for Business で検索。